地で木箱に入った娘を探せ。謎の指令を受けた芝居は暇に明かせて、当時高僧は張角率いる黄金党の支配下にあった。九段の木箱は彼らの荷物の中に紛れ込ん、その娘は何者なのか、そもそもなぜ木箱の中に入っているのか。改めて問うが、何故我らは通う。貴様バカか、箱に入った娘を探すためだと言っただろ。バカめ、その理由を尋ねておる。バカめが、我らの手が空いていたからに。胸を張って言うことがバカめ。バカバカ言い飽きたゆえ聞き飽きたわ。ならばさっさと片付けるぞ。お前は特別だ。娘の入った木箱を探せ。くだらぬ仕事だ、さっさと片付けるぞ。王閣様には誰も近づけんぞ。長領様と長鳳様の術があるのだからな。私が出よう。引かねば。敵将、私が討ち取った。あいつを東の兵糧庫。お前らいつからそこに。それは良いことを聞いた。東の兵糧庫を探してみるか。素晴らしきご活躍、皆奮起いたしましょうぞ。俺と勝負だ。覚悟しろ。集められているとは。さてどこに隠れているのやら。面倒だが一つ壊していくしかあるまい。これほど木箱を集めたのだ。誰かは知らぬが、助けてほしいのじゃ。任せよ。今は辛くて出られぬ。バカめ、余計な手間をかけさせよって。何を考えて木箱の中になど入ったのだ。どうやらこの手間に本当は熱で立たされているようだな。術者でなければ開かぬか。兵糧庫に侵入者だと。早急に排除せよ。誤解は解けそうにないな。将なら面倒くせと言うところだ。野心兵糧泥棒め、剣に代わって罰してくれる。違うわ。さあ箱入りの娘がだな。任せよ。わしの話を聞かぬか。あやがてしてすまなかった。
ことならば兄上に頼むとよい。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。私が出よう。侵入者か。同志たちよ、警戒するのだ。おお、ただの風ではないな。妖術ならば一生を倒せねば消えない。だから箱入りの娘をだな。もうよいわ。よし、これで道を阻む妖術が消えたな。城郭のところへ向かうぞ。聞く耳を持たん。先の飯で言うことを聞かせればよいわ。なんと立ち当たりだ。貴様に頼みがある。術で閉ざされた箱を開けることはできるか。縁の奇跡を用いればたやすきことぞ。何じゃ、そのために参ったのか。ならばそう言えばよいもの。そなた、何故木箱などに入っておった。木箱に入っておればいろいろな場所へ行けるのじゃ。わらわはいろいろな場所へ行き、いろいろなことを知りた。バカに懲りておらんようじゃな。
オム、決めたぞ。わらわはきっと木箱に入っておるよりもいろいろなことを学べよう。小娘など足手まといにしかならぬが、再びこの縁も天の導きであろう。これをやるわ。さすがよ。